エラム小王朝の領域エラムは古代オリエントで栄えた国家または地方の名。紀元前3200年頃から紀元前539年までの間、複数の古代世界の列強国を出現させた。エラムと呼ばれたのはメソポタミアの東、現代のフーゼスタンなどを含むイラン高原南西部のザグロス山脈沿いの地域である。エラム人自身は自らを ハルタミと呼び、土地を指す際には、ハルタム地と呼んだ。シュメール語のエラムは、これの添加したものである。メソポタミアという古代文明世界の中心地に、隣接したために、その文化的影響を強く受けたが、砂漠や湿地帯によって交通が困難であったために、政治的には、イラン高原地帯との関わりが深かった。エラム人は、系統不明の言語エラム語を話す人々であり、 メソポタミアで、ウルク古説文字が発明されてからほどなく、エラムでもゲインエラム文字と呼ばれる絵文字が発明された。このゲインエラム文字で書かれた文章は、現在のアフガニスタンに近い地域からも見つかっており、エラム文化はイラン高原各地に影響を与えていたと考えられる。また、ほぼ同時代に、エラム語設計文字も使われているが、それらの関係は全く解明されていない。 メソポタミアの王朝はたびたびエラムに侵入して、これを支配下に置いた。一方で、エラム人もメソポタミアへの介入を繰り返し、バビロニアの王朝をいくつも滅ぼしている。紀元前2000年期に入ると、エラム人も設計文字を使って記録を残すようになり、多くの情報がわかる。エラムの歴史で中心的役割を果たした都市はアンシャン、そしてソサである。 スサを中心とした地方はギリシア人たちにはスシアナと呼ばれた。エラム人の残した文化や政治制度はメディアやペルシアに大きな影響を及ぼした。エラム人はオリエントの他の地域とは異なる独特の相続制度を持っていた。すなわち、王位は親子ではなく、まず兄弟によって相続されていくのである。この相続制度はかなり後の時代にまで継承され、 移民族の侵入によっても基本的に変化しなかった。エラムの半島の変遷エラムの歴史は他のオリエントの地域と同じく言語資料の分類に基づいて区分されている。現エラム時代出土の牛の長蔵この時代からメソポタミア側の歴史資料にエラムについての情報が乗り始める。しかしその記述は多分に伝説的なものであり、変年を明らかにするのは不可能である。 シュメール伝説には、騎手の王、エンメバラゲシュがエラムを征服し戦利品を獲得したというものがある。また、ウルクの王、エンメルカルは、エラムに降伏を迫るために、エラムの領主園スフギルアナへ使者を送り、エラムを服属させたというものもある。コエラム時代のアワン王朝の王は、シュメールを三代にわたって支配したと伝えられる。 だがこれらの説話にどの程度史実が含まれているのかは全くわからない。アワン朝の後にはハマズイアが再びシュメールを支配したという。この他シュメールの都市国家の中にはその初期にエラムの支配を受けたという伝説を持ったものが少なくない。具体的な政治史の復元は混乱ながら、シュメール時代の初期からエラム人がメソポタミアと接触を持っていたことは確実である。 飛躍的に情報が増えるのは、エラムに侵攻して、これを支配したアッカド帝国と、その後のウル第三王朝時代からである。アワン朝最後のオークティク飲酒しなくは、ウル第三王朝の創設者、ウルナンムと同時大臣であったと考えられる。彼は、スサとアンシャンを征服して、イラン高原における初の統一的な政治勢力を形成した。 しかしアワン朝は、間もなく、ウルダイサン王朝のシュルギ王の攻撃を受けて、崩壊した。アワン朝と入れ替わるように、エラム氏に登場した、シュマシュキ朝は当初は、ウルダイサン王朝や異民族の間断ない攻撃に、さらされ弱小であったが、やがて、ウルダイサン王朝の弱体化に乗じて、勢力を拡大し、ウルダイサン王朝は、婚姻政策によってシュマシュキ朝を懐柔しようと、 するようになった。だがシュマシュキアーサが全エラムを統合していたのかどうかはよくわかっていない。紀元前2004年シュマシュキアーサの6代目の王、キンダットは、ウルを攻撃し、ウル第三王朝を滅ぼした。だが、すでに、ウル第三王朝より離脱し、その実質的後継者となっていたイシュビエッダの一心、第一王朝によって破られ、ウルを奪回された。 その後、シュマシュキアーサは、メソポタミア各地に成立したアムル系王朝と対立した。特にラルサなど南部メソポタミアの王朝アスサなどの支配権を再び確保しようとしてエラムと戦闘を続けた。紀元前19世紀頃には、シュマシュキアーサに代わってエパルティアーサがエラムの支配権を握った。この王朝は、エラムの主要部分を含んでいたと考えられるが、三大目の 王以降、スッカルマフという称号を用いており、メソポタミアの王朝と何らかの相続関係があったかもしれない。また、ラルサでは、スサ北部の別のエラム人国家のオークドゥルマブクが、ラルサオーチリアダドを追放し、アムルの父を名乗って、その支配権を獲得するなどしていた。彼とその後継者は、バビロン第一王朝のハンムラビオの時代まで、たびたび、バビロンと戦火を交えている。 だが、こうしたエラム人のバビロニアでの影響力は長続きしなかった。その後インドヨーロッパ系の集団やカッシート人、フルリ人の移動などに伴う混乱によってか、エラムは混乱に陥ったらしく記録は少ない。だが、この時代にエラム各地にフルリ人が移住しており、エラムの諸都市にはフルリ人の王をいただく都市が多数出た。 エラムに再び強力な政治的統合体が現れるのは、アンシャンとスサの王を称したイゲハルキ王の時代や、紀元前16世紀頃から紀元前15世紀頃にかけて台頭したウンタシュ、ナピリシャ王の時代であり、中エラム時代と称する。キリヌワサに5人の王が出た。イゲハルキはコエラム時代に侵入した、フルリ人と何らかの関係があると考えられている。 イゲハルキアサの王は10人、またはそれ以上いると考えられるが、彼らとバビロニアとの交渉が記録に残っている。紀元前1320年には、一時カシート朝の王クリガルズ2世に服属したが、紀元前1230年頃には、同王朝のカシティリア州4世を破り、さらに、エラム王、キリンフトゥラン3世は、アッシリア王、トゥクルティニヌルタ1世の圧迫によって弱体化した。 カッシート町へ二度にわたって侵攻し滅亡させた。しかし間もなく、アッシリア王、トゥクルティニヌルタ一世と戦って敗れ、バビロニアから駆逐された。紀元前13世紀末から紀元前12世紀にかけて新たにシュトルク町が起こり、バビロニアに再び進出を図った。シュトルクな奮邸一世は、バビロンを陥落させて、バビロニアを支配下に置くことに成功した。 マルドク神像を略奪したほか、ハンムラビ法典の石碑もこの時スサへ持ち帰り、後に現代の考古学者によってスサで発見されることになる。アッシリアの政治混乱とも相まってエラムはこの時期オリエントで最も強大な国家となっていった。だが、間もなくバビロニアに新たに勃興した維新大二王朝の英王ネブカドネザル一世によって、 エラム軍は打ち破られ、スサを占領されるとともに、マルドゥク神像を奪還された。紀元前1500、1200年頃の金の長像、ネブカドネザル一世の攻撃以降、300年にわたる弱体化と混乱の時代を迎えることになる。わずかに、バビロニアとアッシリアの戦いに際して、バビロニア王、マルドゥクバラシュイクビを助けて参加したことなどが、記録されている。エラムはこの時代、 バビロニアから著しい文化的影響を受けた。文書資料に設計文字が多用されたほか、悪化度を用いた記録も数多く残された。バビロニア式の巨大なジックラとも建築された。ただし、エラム独自の相続制度は維持され、シュトルク朝もまた兄弟相続を基本としていた。こういった時代に、ようやく終止符が打たれ、エラムに新たな時代が訪れるのは、 紀元前8世紀頃のことである。この頃新たに、分番から朝が成立して、一応の安定が達成された。当時急激に拡大していたアッシリアに対抗するために、エラムはバビロニアを熱心に支援した。バビロニアは、紀元前729年に、ティグラトピレセル3世によって征服されていたが、その後エラムの支援の下で、メロダクバルアダン2世がアッシリアに反乱を起こし、 自立していた。アッシリア王サルゴン2世は、メロダク・バルアダン2世を攻撃して再び、バビロニアを征服したが、この時敗走したメロダク・バルアダン2世は、エラムに逃げ込み、エラム人は彼をかくまった。そして、紀元前703年頃、再び彼をバビロニア王につけて、アッシリアから離反させることを試み一時成功した。だが、セナケリブ王の遠征によってバビロニアは、 再併合された。しかしなおもエラムはバビロニアの反乱勢力を支援して介入を続けた。新たに王位についたフンマンにメナは紀元前694年にはネルガルーシェズイップ率いるバビロニアの反乱を支援してアッシリアの王子アッシュールナディン趣味を捕獲することに成功し再びバビロニアを独立させた。これはさらなるセナケリブ王の遠征を招き一時的には アッシリア軍に対抗したものの、最終的にバビロニアは、アッシリアの支配下に入り、バビロニアに対するエラムの影響力確保は失敗した。その後も、エラムとアッシリアは、バビロニアをめぐって、争いを続けた。アッシリア王アッシュルバニパルが、兄弟のバビロニア王、シャマシュシュムーキンと、兄弟戦争を戦った際には、シャマシュシュムーキンを支援して再び、 バビロニアを離反させることを狙った。しかしこの戦いで、シャマシュシュムーキンは、敗死し、アッシュールバニパルは、エラムに対して、本格的な攻撃に乗り出した。エラム王テウマンは、テュールティバの戦いで、アッシュリア軍に敗北し、全6 4 7年のスサの戦いでは多大な被害を受けた。これによって、大国としてのエラムの歴史も終わりを告げた。テウマンの後継者、 フンマハルダシュ三世はなおもアッシリアに対抗を続けたが、紀元前640年にスサはアッシリアに占領されるに至った。しかしながら、アッシリアは国内の諸部族の抵抗に悩まされており、スサ占領も長くは続かず、しばらくしてエラム王国は復活した。ただもはや王子の権勢を示すことはなく、イラン高原のほとんどはメディア王国の支配下に置かれ、 エラム王国の支配地域は、スサを中心とする寿司穴地方に限られた。紀元前539年にスサはキュロス大王、率いるアケメネス朝ペルシアの支配下に置かれ、ここにエラム王国は歴史から姿を消した。しかし、イラン高原において最も高い文化を誇った集団の一つであったエラムの諸制度は、その後もアケメネス朝時代においても受け継がれた。 すべての王を網羅してはいない。ありがとうございます。